天にも昇る気持ちですね。まさか私いつの間にか天に召されちゃったんでしょうか。ねえ、ちょっとあんたたち分かってる？ナミはいいよな。だよな、久しぶりのふかふか雲だもんな。こんな風に地形を変えるの。ほら、グズグズしてたらあいつ。よく来たな、麦わら。今度こそ私は黄金の大鐘楼を手に入れ、再びフェアリーバースへと旅立つのだ。ここにも黄金の金があるのか。あれは絶対に渡さねえぞ、エネル。ちょっと、ここにある金もあいつもレッドが変えたただの葉っぱなのよ。たとえ偽物だとしても、目の前で金が奪われるのはあいつが黙って見過ごせると思うか。分かってるわよ、そんなの。もうレッドの思惑通りじゃない。金もエネルもあなたの親分さんの時間稼ぎだって。それでも
うちの船長さんはやりたいと思ったことをやり遂げずにはいられないの？いや、多分あいつ分かってねえぞ。あなたのやりたいことは、おいらのやり手。Yeah!
行くぞ。Yeah!
その金は渡さねえ。お前たちには初めから全力で行こう。ミオクボルトアモル。落ちていけ、聖怪人ども。いやKinoo!
下が雲じゃなければ死んでいたかもしれませんね。って私もう死んでました。よほほ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 。ここも空振りだ。どうだニコロビン、我の元で身の捜索を手伝わないか。それなりの見返りは約束するが。早く開け。ねえだろ。ミラフルギガンテスコマード。サチ君、あれは ロビン。違う、あれは私の。忘れていたよ、すでに働いてもらっていたんだった。最近物忘れが激しくてね。では行こうかニコロビン。え、あのジジイ、俺のロビンちゃん。お前のでもねえだろ。うるせえ、たとえ偽物でも俺を。誰かこの暑苦しいバカを止めろ。誰がバカだ、ニッコロガスのこのつまりも。あんまり興奮するとまた失血多量で倒れちまうぞ鼻血くん。てめえ、あっちにもロビンがいるんじゃ。先に身を見つけるのは絶望的だ。いや、こっちにはまだルフィの野生の勘が。飯の匂い、宿や飯の時間か。まだ仕込みの段階よ、すごい嗅覚ね。ダメだ、違うもん嗅ぎつけた。こうなったら俺様の目だ。まず探したいものに役に立たねえ。それにしてもレッドと行動しているのが私だけならいいのだ。